2003年第2回チアリーディング世界選手権大会が開催されたイギリス。このイギリスのチアリーディング協会は国が運営しているほど、スポーツとしてのチアリーディングが国内で定着しています。チームのユニフォームは、国旗の色がイメージカラーになっていますね。そうですね。まずはピラミッドからスタートです。ハイスプリットという技、展開がありますね。1人が降りるとすぐ後ろからまた乗ってくるという。後ろでリバティという技をしていたんですが、ちょっと見えにくかったように思います。パスは2分の1ひねってきました。ここら辺の移動の仕方をですね、工夫していただくと、より連続性のある演技になると思います。はい、手をつないで前方に回転いたしましたが、高さが低かったように思います。はい、移動の部分も観客に見せているという要素を入れて、もう少しこう連続性のあるものを入れた方がいいということですね。そうですね。スタンツを作りながらですとか、バスケットトスを上げながらといったような、そういう展開があると連続性、スピード感につながってきます。はい、ユニフォームと同じレッド、ホワイト、ブルーというサインボードが上がりました。チームカラーを上手に使ったやサイドラインになっています。ジャンプはトータッチとサイドハードルが入ります。このタンボリングという、バク転だったりですとか宙返りなど効果的に取り入れていますね。そうですね。一人でも多く世界体操の床運動ができると、タンボリングという得点に大きくつながってきます。後ろに倒れましたが、2つ同時に倒れるとより面白い展開になりますね。最後は国旗を見せての演技でした。はい、公式練習ではイギリスの旗がなかなか上手に取れなくて、何度も練習していましたよ。はい、選手たちはもう十分満足がいったという表情ですね。そうですね。タンブリングの映像をご覧いただいております。そして後ろではトスが上がりますね。はい、トータッチという技ですね。イギリスチームの得点発表です。 The score of Team United Kingdom is 122.5. イギリスチームは 122.5 点。1日目よりは少し得点が伸びませんでした。やはりこのイギリスチームも連続性、スピード感を次回の大会までに課題として挙げておきたいと思います。はい。